皆さんはバージョン 1.21 で追加される予定のメイスという新アイテムを知っていますか？この武器は落下しながら攻撃をすることで、その落下距離に応じて追加ダメージを与えられるのですが、そのダメージは上限なく増えていくので、うまくやれば防電すらワンパンできるぶっ壊れ性能となっております。そんなメイスなのですが、なんと専用のエンチャントが3つもあるんです。今回はこのエンチャントの性能を皆さんに紹介します。まず1つ目は密度。こいつの効果は至ってシンプルなもので、落下攻撃をした時のダメージが増加します。シンプルだがめちゃくちゃ強い効果だな。2つ目はブリーチ。このエンチャントの効果は、防具の効果を減少させるというものです。これがあればネザライト装備も怖くないですね。ちなみに最大 60% まで減少させられるみたいです。 PVP で猛威を振るえそうだな。そして最後はウィンドバースト。このエンチャがついたメイスでモブを攻撃すると、なんと足元に風が発生して高く飛び上がることができるんです。もちろん飛び上がれる回数に上限はないので、このように華麗な連続攻撃だってできちゃうんですよ。なんかリズム感が必要そうな戦い方だな。ちなみに私はこのエンチャントが一番好きです。そしてこいつをうまく使うことができれば、なんとこんな風にウィザーと空中戦ができるようになるのです。どうです、すごくロマンがあると思いませんか？いきなりすごい進化を遂げたな。マイクラでも調子に乗ると落下死するのでご注意を。